割田康彦、千葉田由布、伊藤大輔のミュージックテラスワンテッド。ポップス界の迷えるルーキー、シンガーソングライターの千葉田由布です。不器用貧乏紆余曲折ギタリスト BB こと伊藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMer、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ワンテッド。というわけで、我らが特殊音楽番組ミュージックテラスウォンテッド、ここで M テラらしく前触れも予兆も微塵もない突然すぎる重要なお知らせがございます。はい、4年前の2020年7月に始まったミュージックテラスウォンテッド、来週3月30日をもちまして最後の放送。このような急なお知らせになりましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、来週の放送を充実した時間にするべく、皆様からお別れのメッセージを募集させていただきます。詳しくはパーソナリティ3名の XQTwitter をご覧ください。またすでに X でもお知らせしていますように、同日3月30日17時から東京神田にて M テラ初のオフ会を開催。参加者の皆様と一緒に最後の放送をリアタイ予定。詳しくは X をご覧ください。というわけで、始まりがあれば終わりがある。本日は心を鬼にして通常運転、春うた特集第5弾。まずはこちらの曲。はい、死に損ナイツさん。東京都内を中心にライブ活動を展開、ほの明るい健やかな大人たちの何かをお届けします。バンドが面白いから、やりたいことがたくさんあるから、ご飯が美味しいから、そんな感じで今日も健やかに死に損なっていますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは放られた春。春という始まりの季節のきらめきについていけない、新しい季節に何か変わりたいけど、結局自分は踏み出せず変われないまま、周りに取り残されたような気持ちになっていく、そんな寂しさを春にぶつける気持ちで歌詞を書き、陽気な軽やかさを持つメロディーと合わさってこの曲は出来上がりました。放り出してしまった気持ちにそっと触れるような一曲です。ドラマ仕立ての MV もあります。ぜひご覧くださいとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞カオル H さん、作曲からしさん、演奏死に損ナイツさんで放られた春。何もしてないよ、どうしてそんな嘘つくの。ともバンドサウンドも歌も歌詞ももう全部が最高。今日もみんなで健やかに死に損なっていきましょう。そんな感じでいい。お聴きいただきましたのは死に損ナイツさんで放られた春でした。続きましてはこちらの曲。はい、ヤッキさん。埼玉県在住、趣味で歌やインスト曲を作っていますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは似顔絵。春歌ということで、今回も新たに曲を用意しました。春の街の景色を絵画として捉えて、きらびやかな街を背景に大切な人の似顔絵を描くというストーリーにしました。
ゆっくりなテンポで春の訪れをじっくり味わうような曲に仕上げましたとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲ヤッキさん、歌唱なくもさんで似顔絵。街の景色が淡いピンクの絵の具でそっと染め上げられた。日差しがふんわり背中に抱きつく。風が温度を上げてて笑う。すっかり景色も衣替えを済ませ、初出のことを見かけなくなった。冬から描き始めた。ヤッキさんの描く暖かくて優しい春の感触が曲全体に溢れています。その上で伝わってくるこの哀愁、この感じ、切ない。お聴きいただきましたのはヤッキさんで似顔絵でした。続きましてはこちらの曲。はい、リリさん、大阪在住。音楽制作ツールコルグガジェットユーザーによって毎年夏に行われている草の根コンペガジェットソニック2020にてグランプリを受賞。ゲームサウンドやバンドサウンド、ロック、90年代ビジュアル系、メタル、シンフォニック、エスニック、ゴシック、女性ボーカルものなど多岐にわたるジャンルが好きで、作曲から鍵盤演奏、歌唱を個人で行っていますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは桜。この作品はコルグガジェットに出会う前にガレージバンドで作ったものをミュージック VKET 出展用に歌を取り直したものになります。ロック調で強く歌っていますが、内容は切なく淡く儚い世界観を歌ったラブソングですとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲歌唱リリー・ライラックさんで桜。あの日君の手を握って、イントロだけでわかる大好きな世界観、尖ったロック調と淡いラブソングのギャップある組み合わせも鉄板、大好物の詰め合わせです。お聴きいただきましたのはリリー・ライラックさんで桜でした。続きましてはこちらの曲。はい、アルマジロ P さん、山梨県在住。2018年からボカロ P の活動をスタート。 YouTube とニコニコ動画 X で活動していますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは桜。春の桜をイメージして作りました。
春の柔らかい感情を出すのに苦労しました。耳の肥えたエメテラのリスナーの方々に、そしてエメテラガンプラブの方々にとのことです。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲編曲アルマジロ P さん、歌唱シンセサイザー V 鶴巻真希さんで桜。うーん、春を告げる風は優しくなってく、君を思う気持ち高鳴る、今回もバッチリエメテラガンプラブに届きましたよ。耳にもおなじみのこのアルマジロ P 節、今回も響き渡っています。お聴きいただきましたのはアルマジロ P さんで桜でした。続きましてはこちらの曲。はい、学 S さん、新潟県在住の大学生、趣味で音楽をやっています。最近人生で初めてカラオケで100点を取りましたとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルはグラデュエーション新しい旅路、口ずさみやすくユニゾンで歌える楽曲にしました。かけがえのない仲間と思い出や感謝の気持ちを大切にして、新たな環境でもそれぞれ頑張ろうというメッセージを込めて作りましたとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲楽 S さん、歌唱小春立花さんでグラデュエーション新しい旅路。どうまで S さん待望のフルコーラス来た。泣かせる王道卒業ソング、耳と心に残りまくります。お聴きいただきましたのは学 S さんでグラデュエーション新しい旅路でした。続きましてはこちらの曲。はい、長谷川千奈美さん、埼玉県在住の高校3年生、軽音楽部に所属していましたとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは18の冬、曲名は18の冬ですが、別れや卒業にはぴったりな春の曲でもあると思っております。去年の4月に顧問の先生が新しく来てから、軽音人生がガラリと変わりました。いろんなことを知り、いろんな体験ができました。今までにないくらいこのままでいたいなと思うようになりました。そんな思いがこの曲に詰められています。実は昨年12月に割田さんを高校の軽音部にお招きし、一度曲を指導してもらったことがありますとのことです。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲長谷川千奈美さん、演奏ルートセブンさんで18の冬。汚れた街、風が吹いた、帰り道と周りをしていつもの曲
というわけで、あっという間の15分間、ついに来週が最後の放送。皆様からのメッセージお待ちしています。お送りしてまいりましたのは、おじさんこと割田水光と尾藤大輔と千畑由布でした。それでは皆さん、せーの、お達者でーす。18の冬、この景色も見